こんにちは、パリセミの寺田です。今日はですね、10月の31日に、開催するセミナーのご紹介をしたいと思います。テーマはですね、アクティブディレクトリーと Azure AD というテーマでやっていきます。Azure AD、使っている方多いと思うんですけども、最近はですね、そのクラウド版の Azure AD もですね、かなりこう知名度が上がってきたというか、人気になってきましたけども、どう違うのかって結構気にされている方多いと思うんですよね。特にシステムの担当の方は、じゃあもうアクティブディレクトリーやめて、Azure AD でいいのかとかですね、要は今クラウドシステムのクラウド移行っていうのは結構皆さんもやられてると思うんですけど、その中でじゃあ AD やめて Azure AD に、単純に切り替えればいいのかなと思っている方もいらっしゃると思うんですけども、結構ですね、違いがあるということで、このセミナーの中ではですね、その違いについて解説をしていきます。で、やはり使い分けがですね、必要だということで、じゃあどういうケース、もしくはどういう機能でどっちを使えばいいのかといったところについて、このセミナーではですね、解説をしていきます。10月の31日ですね、神田でやるんですけども、おかげさまでですね、実はちょっともうほぼ満席になっているんですが、キャンセルが出るかもしれないので、ぜひキャンセル待ちをですね、登録をしていただければと思います。この下のところの概要欄にですね、セミナーの申し込みの URL が載ってますので、そこからですね、ぜひ、キャンセル待ちですけどお申し込みお願いします。